ゴミ箱をクリックします完全に削除したいファイルを選択します削除をクリックしますウィンドウの内容を確認し削除をクリックします 選択したファイルを完全に削除できました。ファイルをゴミ箱から削除すると完全に削除され、ファイルの復元はできません。